わーい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 。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらインディ727です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、クーピーチャンネルのクーピーさんの車を紹介しようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。インディ727ということで、こちらキャンピングカーですね。軽キャンということで今の流行りの車ですよね。ベース車両がダイハツのハイゼットトラックですね。今これ現行モデルなんですね。横から見たらこんな感じです。いや本当にね、コンパクトボディですよね。シルエットがね、これこの部分がトラックで、その上にキャンピングの部屋が乗ってるという感じですね。丸い窓が可愛いですね。後ろはねすごいやっぱシンプルですね。これね結構気になるのが、もう今からね夏なんですけど、車内の方の暑さはどんな感じかなというのが気になりますね。あ、ここにタイヤがくっついてますね。で、これなんでしょうね、これちょっと勝手に。あ、すごいコンセントや。ちなみにタイヤの方は145の 80R12、 12インチ？これって10、これごめん、12インチなんこれ。そんな小さかったっけ。あ、というわけで、あ、クーピーさんどうもこんにちは。あ、どうもどうも。何も知らないのでちょっと教えてもらおう。もう普通に、前はもうハイゼットトラックで、はい、平成26年のからマイナービッグマイナーチェンジですかね。このやっぱ後ろのキャビン部分ですね、これがキャンピングカーなんで、一番の売りがやっぱこの壁の断熱ですね。これがアルミで、中に断熱のやつあって、またアルミみたいな、暖かくて夏もちょっと熱が入りにくいっていうのがやっぱ一番特徴ですかね。20になってるんで、もう断熱にこだわってますね。私180センチあるんですけど、もうそれよりちょっと高い感じですよね。ではちょっと中の方を見させていただきます。わあ、初めての軽トラ。お邪魔します。お邪魔しますと。あ、軽トラや。あ、結構シフトノブが長い。そうです、ね、トラックって感じする。これがローモードとハイモードで、うん、通常がハイモードなんですけど、これをローモードにするとかなりローギアになって、うんうんうん、全然進まないんですけど、重たい荷物とかも運べる、運ぶ用のトラック用って感じですね。もういっぱい積んでも走れるよという基本性能が備わってると、ね、シートが普通のハイゼットトラックと違うのぐらいですかね、はい、っていうかこれ後ろ今もう中こんな感じですよ、振り向いたら。ちょっと後ろ行きますか。ね、異世界ちょっと行ってみましょう。すいません、お邪魔しますわ。初めてのお邪魔します。靴脱いだ方がいいですね。はい、じゃあ靴はちょっとこっちドキンなんで、お邪魔します。おほほ、これ電気、はい、メインスイッチで、あ、すごい明るなった。一応ここ2人とそちら2人で4人座る感じですね。これ走行してる時はシートベルトとか、ここだけシートベルトに2つあって、ほんまや、一応4人で乗車できますね。ということは横向きに乗って、そうなんですね。だから後ろの乗り心地はもう最悪ですね。こっちはシートベルトないんや。こっちはないんで、走行中乗ったらダメなんですよ。ああ。ポップ一回上げてみます、はい。これ外しても、あとはもう、上げるだけです。うわぁ、あ、涼しい。風が入ってくる。うわぁ、広い。お、そこはファスナーで開くんですね。そうなんですね。これうわ、明るいぞ。すごい明るいんで、車中泊動画撮るのも持ってこいですよね。照明がいらない。あ、自然光がすごい。こんな感じです。私、さっきも言ったんですけど、180センチあります。あ、で、これライトが上に、このまま上がるんですね、天井が。わー。あ、普通に立って。軽自動車の中で立って歩けるんです、うん。立って歩ける。これ楽。着替えもできる。着替えできる。寝れる状態なんで。あ、ここベッドになるんですね、2階。ポップアップの2階です。2台建て。外して。あ、そこへ収納するのね。引き出、収納権。台になるんですよ。あ、すごい、なんかいっぱい入ってる。撮影機材置いてるんですけど、これをずらして、あ、こんな感じで、で引いてやるともうベッドになるんですよ。いや、すごい。ではおやすみなさい。ちょっと足が出る。あ、でも、あ、183ですよね。3ですね。もうちょっと上いける。あ、ここまでいける。何よりね、こう寝返りが
寝返りが打てる。なんか楽しいでしょ。これは寝れるな。っていうか涼しいですよね。そうです。あ、じゃあ今これ室内が28か。そうなんですよ。それが網戸だけど。すごい網戸。夏もいけるんですよ。蚊が入ってこない。これ、あ、うわぁ、何これ。あの、シェードがワンタッチでできるんですよ。へぇ。これやっぱりだからキャンピングカーならではですね。これは考えられてますね。楽しいといっぱい。まぁ、ちょっと薄いものがね。結構奥行きはあるんで。ああ、そっか、ここ全体に収まる感じで。で、これですよね、シンクね。これ今水出るんですか？あ、今ちょっと入れてないんですけど。あ、はいはい。これ普通に水出る。お湯は出ないんですね。お湯は出ないですね。え、どれぐらいの量が？13リッターですか？ああ、こういうタンク。排水と、今給水置いてないんですけど、給水自分で入れて持ってきて。こっちは排水なんで。排水なんで。だから、もし使ったら終わってから自分で捨てに行かないとダメっていう。うんうんうん、ちょっとめんどくさい。外からの電気をこれで取れると。そうですね。うわ、すごい。すごい。なんか開けた姿かっこええわ。なんかね、ほら、トラックの風切りのエアロみたいな感じで。まあでもこのままは走れませんので。今から寝てみようと思います。2階に行ってみようと思います。いつもね、あの、寝るとき全部外すんですよ、私。お財布と、時計と、一応ね、全部ポケットのもの出してから、では、上がります。うわ。ここに足かけちゃっていいの？はい。お寝れる。っていうか、上の方が広いかもしれん。一人だったらもう十分広さがね、うん、あるんで。こうなんかポスター貼りたくなってる。今こんな状態です。あはははすごい広い。おーおいおい。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。広角によーし。はあこんな感じか。もう行きましょう。左行きましょうか。あ左はい。可愛い音鳴る。結構怖いでしょこの坂とか。ここ坂怖い。行けるんっていうね。でもこんなんキャンプ場とか結構こんなんあるんちゃう？そうですね。あ、すりそう。うわ、すらへんねんな。怖さめっちゃあるでしょ？怖さある。ああ。はい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 。ちょっと上の方ですかね、ミートポイントって。だいぶ上かもしれない。これね、一速が結構遅くて、うん、たまにもう二速で走ったりとかしますね。一速で車の流れ乗ろうとしたら、もうかなりエンジン回さないとダメで、でもマーションも走らないっていう、なんかある意味マニュアル好きな人はいっぱい変えれるの楽しいかなって感じです。ポジティブ。変えないと進まないんで。これ何速？4速？5速です、ね、5速。これ燃費ってどんなもん？燃費があんま良くなくて12ぐらいですね。あ、12？はい。まあ車体が重そうやもんね。よっしゃインディ727ということで、今試乗しております。いやトラックですね、本当にトラックですね。あ、結構こう前後揺れるトラックあるあるの、なんかあのバモスとかに比べると全然あのトラック感増してるよね。あ、そうですね。やっぱギア比めっちゃ離れてたりとかするんで、ローギアで、で次またシュートチェンジが、シュートショップすごいでかいんで、うん、本当にスムーズに走ろうと思ったら、ね、結構なテクニックがいるんですよ、うん、いる。僕ロードスター乗ってたんですけど、こっちの方が難しいですね。確かにもう回転数とかも何も分からへんから、もう体で覚えるしかないよね。そうね。あ、でも思ってたよりすごいふわふわ、サスペンションがふわふわ。そうですね。乗り心地はガタン。乗り心地はガタンはないな。え、これでモートでした？100キロぐらいとか高速で走ったりとかしましたね。高速どんな感じ？高速はね、やっぱうるさい。80キロで巡航って感じですね。あの、法定速度守りたくなりますね、この車。いやもう軽トラって、ちょっとだいぶ舐めてたんですよ。正直。もうだって値段も安いしね、軽トラって、うん、どんな走りやと思ったけど、やっぱ新しいのはそれなりにやっぱ乗り心地も考えてんねんなという、
そうなんですよね。あの僕も買うときにそのなぜ走りがすごい気になったの、軽トラっていうのが、うん、もうキャンピングカーは欲しいけど、うん、走りがもううんこレベルやったらねもう終わってたら、いやでもこれ普通になんか頑張ればそうなんですよ、ね、そんなにあの慣れれば大丈夫なんですよ。だからもし迷ってる方がいたら、あの現行のハイゼットベースを選んでくれたら、うん、意外と普通に走るんで、あの昔のやっぱ30年前のやつだったらしんどいと思いますね。もう刺すとかガクガクやろな。そうですね。あ、ちょうどこのシフトノブが長いから腕大きいになる。もう完全にあれトラックの持っちゃうんですね能動の。結構 APR が立ってるからこう運転してたらその狭さを感じないというか、スポーツカーやったらねこう迫ってくるから、視界はいいですね。どっか、ね、日向とかって全然踏んでもらっても加速、はいね、60キロまで。あのこういう車は逆に言ったらもうどんだけ踏んでも出ないんで、あの S6 に近いですね、やっぱり。あ、 S6 もね結構うるさいけど出てないっていう速度が、あのなんか乗ってる感はすごいあるけど、そうですね、そういう意味では楽しめるよね、もう、ま、回してこんなシフトチェンジするかっていうぐらいするのでもう左手休憩させてくれ。そうなんですよね。ああいいね。最近の車はもうなんか最新型のやつボタンとかになってしもて、なりましたね、もうこどっちみたいな今パーキング聞いてんのみたいな、坂道発進どうするみたいな最近のやつヒロアシストでしたっけ、うんうん、あの坂道の下がらないやつ、下がらない、これ もちろんないんですよサイドブレーキ引いてるんですよ坂道発進。ああ、まあ確かにこのやっぱ体感速度は速いような気がする、はい、音がね頑張ってるんで、もう一個入れたらちょっと静かになるんで。あ、今高速カーブもめちゃくちゃロールするでしょ。ロールする今ちょっと心配になったわそう、ちゃんと減速しないとね、ダメなんですよ。安全運転になるんですよ、自然的にロールもするんで、ちゃんと速度落として曲がるし、で、あんま速度出したら次ブレーキ止まらないんで、はいはい、だからあんま出せないんで、やっぱこう、どういうのやろ、永久ライセンス持ってる人の運転の仕方になるな。そうですね、ちゃんとちゃんと減速してちゃんとした運転を。そうなんですね、車があのごまかしてくれないんで、うん、最近の車はね、車の性能が高いんで、そう、車コンピューターが勝手に ね、タイヤ制御したり。そうですねすごい、路面のダイレクト路面いいね、これちょっと田んぼとか走ってみたいな、これ、ね、これもほとんどなんか約立ってんのかな、これちょっとやっぱ明るさがちょっと、ちょっとね、味方こすいるんですよ、うん、なんか手前の映り込みを見てしまうというか。そうなんですね、味方こすいるんですよ、あのサイドミラーを見てしまう、うん、普通のミラーやったらどう見えるんやろ、ね、まあ若干、ね、うん、なるほど、こ近くに見えるもんな、デジタルアウターミラーって、うん、あんまり好きじゃないね。まあキャンピングカー欲しい人でこれ考えてる人はもう走りは期待せん方がいいですね。ああそうよね、でもう高速は80キロ90キロでゆっくり走って、うん、一般の法定速度でゆっくり走るっていう使い方ですかね、やっぱり。それで燃費は13キロぐらいと、そうですね、いうことですね。で走りはもう完全にダメやけど、うん、まあ通常に法定速度で走るんですけど、まあ、その代わりあの他の機能がもうたけてる、うん、もう振ってる感じですね、あのキャビンの方に、でも最近のその車中泊問題というか、はい、なんかいろいろありますよね、どこで一体車中泊したらいいんだと、はい、そうなんですねそれどうされてますか。そうですね、なんか道の駅いいっていう人と悪い人って分かれたりとかするんで、うんうん、個人的にはあのその趣味で YouTube で配信せずに行くんなら全然問題ないと思うんですけど、やっぱり配信する身からしたら、はいはい、やっぱりそのみんな真似するやんとか言う人もいてると思うんで、うん、やっぱ気使ってですね、最近は RV パークでも行ったりとか。そうか、有料施設、有料施設ですね。あれ RV パークって何があるの、その駐車場とトイレとみたいな。あ、そうそう、24時間使えるトイレと電気があって、はいはい、で合法的に言ったらあのガスとか車内で調理してもいいですよみたいな感じの。じゃあキャンプ場みたいにその敷地が、車以外の敷地があるわけではある感じで。そういうとこもありますね、あのちゃんと
車以外にバーベキューできると、うん、RV パークもありますし、もうちょっと外にテント張ったりとか、ね、普通はもうやっぱり駐車場だけです。ちょっと広めの駐車場とかですね、電源のある。結構土日とか行くと満杯なんですか？いやもう全然空いてますよ。空いてる、うん、まだまだですね、その車中泊がブームと言っても、うん、やってる人は少ないかなって感じですね。それでいくらぐらいなんですか？それでピンキリなんですけど、500円から3000円ぐらいですね。500円、500円って安い。安いとか500円とかで、うん、普通は2、3000円とか、うん、最近ですね、今年の6月ぐらいから全国にカンポの宿ってあるんですよ、うん、温泉の。あるある。あっこがRV パークを始めて、うん、そこで駐車場で泊まってお金払ってお風呂も入れるよみたいなのもあるんで、うん、だ結構そこ次行ってみたいなっていう感じですね、うん、風呂銭湯のとこ行ってみたいな。そうですね。キャンプ行くとき行ってテントってやっぱり設営撤収で1時間かかるじゃないですか、うん、それがもう行ってすごい寝れるっていうのは、うん、思いついたらすぐ行けるっていうのはキャンプ好きな人も結構おすすめできるかなって感じですね、うん、テント片付けんでいいもんな。そうですね。雨降っても行けるし、ね、隙間の時間ですぐ行けるっていうのも結構キャンピングカーのメリットかなって感じですね、うん、結構気合いいるでしょキャンプ行くとき。もう明日キャンプ行くぞって言って用意して、もう荷物をまず自宅から車に積む作業がもうしんどい。いたしも1週間前からですよね、キャンプというか、うん、あ、来週キャンプ行くからそろそろ用意するなんだよね。あとはもう全部装備されてるから。そうなんですね。会社の帰りにちょっとキャンプ行くかみたいな。そうなんですよ。そこがやっぱり新しい使い方というかね、うん、キャンピング系だとすぐどこでも行けるんで、大きいやつだと、ね、なかなか行けないんで、うん、今でもこれ買えないんですよね、インディ。新車だったら、インディだったら1年半ぐらいですかね、1年間。あ、納車まで。そうですね。すごい。1年半も。で、もう一個バロッコとテントもしたんですけど、うん、それは今2年半から3年みたいです。うわ、そんなんもう車来た頃には冷めてない？それ大丈夫？そうそう。だから僕も中古で買ったんですよこれ、うん、中古だったらもう今すぐ乗れるんで、中古がおすすめですねやっぱり。なるほど。まあそれもね、出たらすぐ売れちゃうんでしょうねこれ。軽やったらモテるかなっていう感じがするけど、さすがにああいう大きいキャンピングカーはちょっと浮世離れしてるかなっていう感じはしますね。そうです。結局どっかで横行っても止めるとこがないってなるとね、うん、ってなるとそういう面では日本では軽キャンっていうのは、うん、結構普段使いもできるし、どっか行ってもどこでも止めれるんで、うん、なんかバカでかいもんね、普通のキャンピングカーって。よっしゃ。ほんまや、一足全然やん。20キロ今の。もう NSX だったら今の100キロ出てますよね。一足でね、あんだけ回してる。ほんまや、もうシートにへばりついてるわ、ね、G が、G を感じられへんな。これ G を感じられないだと。僕買ったのはね、中古で走行距離1万キロのやつ、車体で280万ぐらいでした。あ、280万。新車だったら350ぐらいかなって思います。ただまあ新車の場合は、2年ぐらい待たないとダメだと。そうですね。いうことですね。でもこれ全然今乗った感じきれかったけどな、すごい。そのどっかぶつけたわけでもなく、変な匂いがするわけでもなく。でもこれまた中古で高く売れそうな気がする。欲しい人いてると思うんで、うん、K はほんまに高く売れるから、うん、はい、いかがでしたかね、インディ727。いや、乗り心地がまあそれなりの感じでしたけど、皆さん参考になりましたでしょうか。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、インディ727でした。じゃあね、ボーイシュー。